この店でやっぱり出会ったりとかつながったりとかして、人と人とがつながっていくのが嬉しいし、僕もまたそこでつながらせてもらえるし、まあ、売り上げは確実に3分の1ぐらいになってて、生活は苦しいは苦しいですけど、そこじゃないんで、仕入れ先さんってやっぱり人から紹介してもらっての人と人とのそのつながりなんで、その関係もダメになっちゃうと本当世の中全部ダメになっちゃいそうな感じがして、人と喋ること、人と出会えること、まあ自分の料理を美味しいって言ってもらえることが一番喜びですし、笑ってくれれば楽しい時間が過ごせればいいかなっていう感じですね。